はい、どうも、こんばんは。和道です。今日はですね、2019年3月の6日、水曜日18時53分です。今から映像の練習をしたいと思います。よろしくお願いします。で、音を、配信を、のコメントを読み上げにつけてる。OK、じゃあ、バンバン、コメント拾えるようにしたんで喋っていってください。もうあと、最後一個だけ、この流れの中で。ごめんなさい、ちょっとだけ待ってください。あ、全然いいし。1ゲーム目。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。漏れましょうか。あ、ここですよ。あ、さん、こんばんは。すいません。こんばんは。置いといてもらえば。はい。よいしょ。こんばんは。映像音声問題ないですか？大丈夫ですか？すいません、お待たせしました。で、はい、もう一個だけ重要なのは、はい、例えばこれ、はい、なんだろう、何言って試そうかな。画像の、はい、色調を、はい、2個、2、3、バッチリです。変える、はい、マジックバルトルックスっていうプラグインがあるんですよ。すげえ便利な。例えばこれを当てて、色調をいろいろいじりたいなとかっていう時があったとするじゃないですか。そうなった場合に、これ2個には入らないんですよ。1個1個にしか入らないんですよ。でもこの絵描いたりとか、DRM さん、こんばんは。先日は大変お世話になりました。まだこれ2個だからいいですけど、はい、例えばこれ、作業ファイルが30個、はい、30ファイル、30動画あったら30個に1個入れて1個設定しなきゃいけないってことになるじゃないですか。っていうのを防ぐためにどうするかっていうと、プリコンポーズっていうのがあって、プリコンポーズ、これ押し、プリコンポーズしたいのを選んで、プリコンポーズを押します。はい、で、例えばこれを、はい、いや、01とかにします。はい、そうするとどうなるかっていうと、フォルダの中に入れるってことです。ちょっと待ってください。用語は出てこないんですけど、なんだっけ。要は仮想で物を作ったっていう状態ですよね。そうそうそう。ここに対してエフェクトっていうレイヤーの階層を変えたってことですよね。そうです。プリコンポーズ。もう一回戻って、もう一回戻って。はい。本さん、お方だ。これをプリコンポーズを選んで、右クリックすると、プリコンポーズあるんで、プリコンポーズ。はい、そうすると、ファイルにひとまとめになってる。そうです。で、はい、この作業ファイルを、後で見たときに分かる名前をつけて、ダンボールさん、アルクトゥルスをプレゼントしました。あ、ダンボール、花火ありがとうございます。アルクトゥルスをプレゼントしました。ダンボールさん、アルクトゥルスをプレゼントしました。ファイルに関するフォルダーっていうのがここにできて、フォルダに対して、フォルダ自体に対して当てれるようになるんですね。はい。でこれで言えば、今、ルックス当てましたと。はい。で、ルックス起動すると、この画面全体に対して、色調を、いろいろ変えますね。ダンボールさん、また数ヶ月後、ラットに近い概念なんですけど、ラット、ビオちゃん男性のゾンビ、さん先生の話、頭に入ってる。細かい追い込みとかには使えないですけど、納期短い時とかで、あ、まあ、素人相手で、まあ、時間勝負でパッパッパみたいな時とかは、グラフィカルですごいいじりやすいんで、あ、なるほど。超簡単にワンクリで、で、なるほど、なるほど。ここに入ってるプリセットで、ブロックバスター系、はい。はい、で、例えばポラリスとかにすると、もう一発でいい感じのようになるんで、それで使いやすいは使いやすいですね。ほらほらほら、いいですね。映画、一気に映画の映画っぽくなりましたね。っていう、はい、感じですね。なるほど。例えばこれで、はい、今ファイヤーのフォルダを作ったじゃないですか。はい、これを全く同じのをコピーして、はい、今度は、なんライトニングとかにしてプリセットを変えて、まあ、あの黄色い稲妻、まあのやつにして反転させてここら辺に配置すれば、要は自分の分身とライトニングで戦っていくとか、まあ、超簡単に作れるし、はい、綺麗に管理できるってことです。ああ、で概要は、概要は多分入りました。一回ゼロからやってみたい。一回保存かけないで進んで起動するところから、はい、ファイル自体はここに、デスクトップのワードフォルダに入ってますので。わかりました。じゃあ、
やってみるよ。頭に入ってるよ。数ヶ月後に花火投げに来るの。ダメだ。毎日投げないと花火は。先生お願いします。あ、軌道からやりたいです。ああ、ていうかこの環境いいな。うわ、いいな、ここ。この距離感で、ラピュタじゃないですか。しかも、これ、英語版のポスターですか？これ、フランス語版ですね。おしゃれ。エフターエフェクト。うん。あ、こういう時はですね、外カメにするとやりやすいので、外カメにしますね。はい。そうすると、こうなります。新規プロジェクト、あ、そこダメなんですよ。あ、ダメなんですか。あの、マイクがこの位置にあって、そうなんですよ。新規プロジェクトですよね。そうっす。新規プロジェクト、でコンポジションで、バード、アンダーバーで、ファイヤーのスペルが分かんないから F。アンダーバー01。ファイヤーはだって学校で習うわけないですもんね。そんな難しい単語。ピクセル比ってなんだこれ。あ、大丈夫ですよ、そこは。で、ここが10になってることが重要。え、背景色ってなんだ？まあ、いいか。10になってて、フル HDOK。で、あ、なんか残っちゃってますね。あ、違うか。え、なんだこれ。プロジェクトになんか入ってますよ。あ、それは今作ったのってことですね。はい。じゃあ、ここに、読み込みでいいのかな？そうか、ドラッグでもいいんだけど。エクスプローラーからドラッグ&ドロップでもいけますし、読み込みでもいけますし、どっちからでもいけますよ。使い慣れてない。まあじゃあこれでドラッグ&ドロップでいこうか。アドを、ポンと。で、は？わかんないときは全部消すと。多分今フォルダごと入れたのが良くなかったですね。フォルダ開いて中身入れたらいい感じになります。必要なのを、はい、来ました。で、これか。こいつを下に入れて、ファイル名を変更で、ワード。アンダーバー、メインか、MAIN かな、マイン、まあいいや、まあ、MAIN で、なんだっけ、キーなんとか、KEY、キーしかわかんないから、こんな感じだキーイング、これか、キーライトですよね。はい。キーライトを当てると、キーライト当てて、なんだっけ、キーライト当てたら、キーライト当てたら、なんだったっけ、キーライトが当たってるのかな、スポイトか、スポイトで抜くと、抜けた、スポイトで抜けて、クロマキーを抜いたのか、今。そうです。じゃあ、今度は次のエフェクト、まあ、一応確認しようか。抜けてると。大丈夫です。大丈夫ですか。この辺がなんか気になるんですけど、いいですかね。もやってますね、この辺。多分大丈夫だと思います。動きに連動しませんのか。これぐらいであれば、あのさっきもあの、ね、はい、トレースできてたと思うんで、多分同じようにトレースできる。了解です。キーライトは終わり、はい、クロマキーが終わって、今度は何だったっけ、覚えてねえな。セイバー、あ、その前にあの、はい、アウトラインを取らないといけないんで、アウトラインを取るのはどうするんでしょうか。アウトラインはファイルをクリックして、コンポーズか、あ、違います、違います、キャンセルで、はい、ファイルを選んだら、利
ちゃん男性のゾンビ。ひよちゃんに怒られてますよ。メモらないからだよって。タイムシフト見ればわかるんだ。上の、はい、一番上のメニューです、はい。あの、コンポジション、レイヤー、エフェクトとか書いてある一番上のメニュー。そう、右クリメニューじゃなくて、はい、アフターエフェクト自体のメニューの。レイヤーの、エフェクトゾーンと。選んで、レイヤーの、下の、下のにありますよ。正解。オートトレースか。はい、正解です。はい、オートトレース。で、なんかありましたね、確認。ワークエリア。ワークエリア、アルファにして。アルファにして、プレビュー入ってるかどうかを見て、で、OK です。これは見なくていいんですか？あ、大丈夫です。OK をすれば大丈夫です。OK。そしたら今、トレースしてくれてます。これ、この作業がマシンパワーが必要ってことですよね。そうです、そうです。多分、レッツノート11インチだと、はい、20分ぐらい待つと思います。この30秒のとこ20分ですか。そうですね。ああ、なるほど、できたわ。で、フレームをまず確認すると、うん、すげえな、できてると、できてる、できてる、 OK と。これなんか端まで見たいんですけど、どうすればいいですか。ゼロから最後まで見たいんですけど、もうこれが最後の方が、端がなんで横行かないですか。最後じゃないですか、それで。これ最後ですか。そういうことか。終わりか。本当。うん、なるほど。で、いらないのを消すと。こいついらない。これじゃダメなんですか。ダメか。これを消す。あ、OK で。もういらないと。ないのを消して。消えてんですかこれ。ん？どういうこと？デリートバックで、ん？バックで大丈夫ですよ。はい、消えてんですかこれ。消えてんのか。色変わったのこれ何なんですか。いや、あ、かけが緑がいらねえんだ。緑だけのやつを指定することってできないんですか。これ全部デリートなのかな。デリート消えない、全部消したい、一気に一個一個消すしかないですかこれ。そう、選んだら右クリで全選択が、あれ、うん、こいつ青じゃなくてこいつを、これが一個一個、あれ、なんだなんだなんだ、いや何何何、あ、めんどくさいんだけど、え、何は困った時は、はい、戻るをアンドゥを押せば、コントロールルツとコントロールツとこれか。あれ？なんだよ。これをそれでいけないですか？ん？これ。もうなんていうの？デリートの方がいけるのかな？デリート。全選択ができないんですか？全選択にならないの。なんだろう。
なんだかわかんないけど、後で慣れます。え、ちょっと待って待って待って、なんだよ。これをこうして、こう、青だけでいいんだよな。だから青ので、これだけしかいらない。OK かな。OK、ね、そうですね。で、これで、なんだっけ。セイバー、ちょっと、これでこのキーライトは終わり。そうです。で、セイバー。セイバー、スペルわかんないんだよな。S だろ。サベルですね。サ。S-A-B-E-R。S-A-B-E-R。英語覚えないとダメなんですよ。で、セイバーを当てると。来た。で、そうだ。こいつを、セイバーを、セイバー、こいつを閉じて、キーライトを閉じて、セイバーの、確か、まだファイヤーとかじゃなくて、なんだったっけ、セイバーの、カスタマイズコース。カスタマイズ、これか？あ、違う、セイバーメニューのカスタマイズ。なんで？コントロール。あ、消えた。セイバー消えた。あ、何ですか？セイバー入れ直せばいいだけですよ。あ、セイバーを入れ直すんですね。セイバー。もう一回持ってくれば大丈夫です。セイバー入れて、カスタマイズコアじゃなかったし。あ、それです、それです。そうですか。カスタマイズコアの、レイヤーマスク。きたーえいっせ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 い。やばいちょっと待って、これだけ見たいですね。これもかっこいいな、なんかサイバーな。これも。トロン、映画トロンですよね。ですね。なんでこいつ、どこにもいないんだ。多分その1フレームだけ全部消しちゃったんですよ。ああ、なるほど。かっこいいな。これだけ再生してみよう。ちょっと重くなっちゃうんですよ。あ、なるほど。それをやるには、多分もうちょっと上げたら入ってできます。ここですね、画質をちょっと落としていや何個消してんのチカチカすんの、うん、なるほどなるほど、で、これにスイーパーマイヤーマスクこれは OK と一番上のコアでプリセットのところですねプリセットファイヤーうわ来ましたおお。まあでもちゃんとキーライトの方ができてないな。ちょっとこれ見せていいですかリスナーに。ですか。今こんな感じです。すごくない？すごくないみんな。でもチカチカしちゃってんのがダメっすね。さっきのが失敗してるんですよね。そうですね。もう一回やるときにあれしよう。これもしかして色変えられんじゃない？すごい。すごいね。だから炎をまとうシーンは作れるようになったかな。うん。うん、今回で言うとそんな複雑な作業じゃないんで、はい、もしなんか間違っちゃっても決してすぐ同じところまで戻れるんで、はい、こういう今プリセットで入れてるのも結局この辺のパラメータを自動でいじってくれてるだけなんで、うんうんうん、なんかもう自由にこの辺のパラメータいじってみてこれグリグリするとほうほうほうこの感じ変わるんだみたいなとかどんどんやっちゃってもいいと思います。了解です。でも一応さっきのやつ再現した方がいいですもんね。あれなんだすいません。あ、ごめんなさい、うん、ファイヤーをまとえるようになった。まあ、さっきはここまでですよね。そうです。で今度はファイヤーをまとったからこいつにを複製するんだよな。そうです。確かレイヤーの複製ショートカットでいくか編集からもいけます。レイヤーの複製、あ、違います、編集ボタンから編集から複製、D これ、じゃあレイ、D この辺ですね。あ、これか、複製か、はい、で、メイン2を F に変えればいいと。前の変更をファイヤーの F と、ファイヤーの F とでF が上に来てるからこれを下げて、ルシスさんメイン、いやいや、何ですか、そのままで大丈夫です。こっちですか。今 F にした方が、はい、あのワドさんの
面に来るやつです。ルシスさんスピーカーをプレゼントってことは、メインって書いた方がファイヤーです。え違いますよ。あ、いや、多分分かってますよ。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。ファイヤーが F で。要は、これの、レイヤーどこだ？こいつカスタマイズコアじゃなくて、こいつをデリートすればいい。そうそうそう。これ、そうですよね。そうすると、これ、メインの四角つける消す。そうですよね。これがファイヤーで、下がファイヤーで F。これはこういうことですか？こっち、あ、違うよな。うん、そうだ。こういうことですよね。そう。合ってますよね。大丈夫です。メイン、うん、合ってる。よし。で、あとはまあ、はい、描画を変えたければ、モードのところから、モード画を変える。これ。はい。加算とかにすれば、はい、加算。炎を、はい。加算ってどういう意味なんですか？これはだから、あれじゃないですか。2枚の絵が乗っかってるじゃないですか。はい、加算っていうのは足してるってことです。下の絵も。あー、なるほど。無視して乗っけるんじゃなくて、足してあげてるってことです。下の絵の成分を。なるほど。ということで、どうでしょう、皆さん。こんな感じでございます。燃えるはどうです。どうでしょうか。うん、めっちゃ燃えてんな。おお。オッケーです。これライトセーバーに変えてみよう。いいね。うん、すごいね。じゃこれライトセーバーでやってみようかな。戻ってみよう。戻る。これか。ここの状態を、例えば、ファイヤー、ファイヤーいじってみようかな。まあ、いいや。ライト、バーニング？バーニングとファイヤー違うんだ。爆発？バーニング。ダメだ、英語覚えないとダメだな。フロッグ、フォグ、ホット。あ、ホットかっこいい。うん。あ、そういうことか。ダメだ。使えねえ。なんでこっちが反映されねえんだ。なんでこっち、あれどっか行った。え、なんで、どうしたんですか。あれあれわかんねえな。ダメだ、英語がわかんねえから、どんなエフェクトかわかんねえ。全部しらみつぶしに見てこう。燃料みたいな。フュージョン。おー、かっこいい。かっこいいよ、みんなこれ。これ良くない？これかっこいいから、これをコピペして、編集、複製、で、複製した方を、名前変更、これ一日中遊べんじゃん。じゃあ、これをキャプチャーしながら、みんなと相談しながらやりたくて、の F がファイヤーだから、これを下にしてメインで。で、これをさ、みんなと相談しながらどうするってやったら楽しいでしょ。だからハイスペックパソコンが欲しいのよ。わかった？わかりる？で、加算か。うわ、かっこいい。お、いいな。これもかっこいいね。うん。かっこよくない？なるほど。で、これを書き出したら、完成ってことですね。そうですね。あー、すごい。すげえ。なるほど。これで俺は手からビーム出るマン。体にオーラまとうマンになりました、僕は今日から。やべえ。なるほど。もう一回やってみてもいいですか？もう一回。アホなんで。3回ぐらいやったら忘れないんで。これ消しちゃっていいですか？あれだったらやりとりめんどくさかったら、もう一回バツ印で閉じちゃって保存しないにしちゃえば。はい。じゃあ、カメラお願いします。もう一回だから、まず立ち上げ、
アフターエフェクト。なんでこれやんなかったんだろう。超楽しいじゃん。え、これ小学生とかにもやらせるべきですよね。小学校行く、ならアドビ系やってんじゃないですか、今。今の子は。やってんのか。いや、いい時代だな、新規プロジェクト。中学生とかが iPhone アプリ開発して数千万稼いだりとかっていう話もあります、ある時代ですからね。すごいっすよね。でもなんか、子供に与えるおもちゃ生まれた時に、これ与えた方が絶対そいつ優秀になると思うな。HD になってて24フレーム。解像度ってなんだ、解像度フルじゃなかったっけ。あ、そっか、俺が変えたんだ。10、あとなんだっけ。なんか気をつけるのは、フル画質、10だけですよね。デュレーションとフレームレートと縦横のサイズと、そうっすね、で見れば大丈夫です。ですね。で、デスクと、これか。言わないでください、ごめんなさい。キーライト当てたらなんか嫌な感じですね、僕。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。なんだっけ、みんな見えるこれ。ん、何やってんすか今日。言うか言うまいか迷ってたんですけど、はい、会った時から気づいてたんですけど、はい、メガネの、はい、折り曲がるところにティッシュ挟まってるせいで。え、嘘。どこ。あ、ほんとだ。ほんとだ。僕、メガネを洗剤で洗うんすよ。え？あの食器用の。ジャーって。で、その後ティッシュでやっちゃうんすよね。いろいろ新しいですね。そうっすね。ワードメイン。なんだっけ？忘れちゃった。コンポーズだっけ？なんだっけ？まだノーヒントできますか？いや、ノーヒントでいいです。あの、大丈夫です。あれ、なんで覚えらんねえんだろう。あ、わかった。これだ。で、正解です。いいっす。で、この後に、こいつを線化するわけだから、黒巻き抜いて、で、こう、サーチゲイン、サーチベース、ビュー、アバウト、スクリーンメイト、アウトサイドマスク、なんだっけな。編集、用語が覚えられたいんだよな。横文字なやたら多いですからね。ですよね。これ最初、線を作るわけだからレイヤーじゃなくて、いや、ソフトでやるわけだから、コンポジションレビュー、線を作るっていうの、線を作るっていうボタン線を作るでいいだろ。何がコンポなんとかコンとか線ボタン押せよっていう、そのだから、はあ、イライラする。線を作るんだから、翻訳担当のやつが無能ですよね、だから。そう。いや、だから、そのインサイドの、インサイドの意味が分かんないですからね。まあ、アウトサイドマスクって、マスクは分かりますよ。だからその、ん？ん？これ日本語で書けよっていうか、もうだから日本人が日本語やめりゃいいんですよ、もしくはもう、あ、きっぱりと、きっぱりと、だってもうわ、こんなのやめりゃいいんだよ、もう。だからたまにバカだよな、ほんと人間って。レイヤー分割じゃない、複製じゃなくてエフェクトだったっけな、んー、なんだっけ、キーライトの、ごめんなさい、
教えてください。あ、ボンさんがいっぱいアイテムくれましたよ。あ、マジでボンありがとう。あ、ビューじゃなくてなんだっけ。なんか、この辺だったような気がするんだよな。スクリーンバランスじゃなくて、スクリーンゲインじゃなくて。だって、クロマキーで抜いたんだろ。めっちゃフォーカスがワンワンってあるんですけど、デフォですか。デフォっていうかもうクソっすよ。だから、こっちの、あれですね。アウトラインを作るんだから、ヒントいきますか。ヒントください。あの絶対このキーライトのソフトかもしくは中に入ってるソフトなんですよ。上の方のメニューです。上の方レイヤーコンポーズかな。違うな、こんなの見てない。レイヤーに対してマスクオブジェクトパス描画モードレイヤーと描画モードじゃない、エクスプローラー違うな、コンポジションだと思うんだよな。コンポジションコンポジションだったっけな。編集だっけ。いや、見たことないな。正解いきますか。はい。レイヤーメニューのオートトレースです。はい、オートトレースか。あー、なるほど。ありがとうございます。オートトレースだ。あー、なるほど。で、ワークエリアの、ここまでもう一回やろう。よし。一回、最初からやります。アフターエフェクト、アフターエフェクト、新規プロジェクト、新規コンポジション、ビットレート2040、フルサイズ、アドでいいか。でここに対してコントロールタブじゃないか、コントロールタブか、クロマキーで抜いてレイヤーのオートトレースでピクセルのアルファワークエリアのピクセルプレビューでやると、かわいいって言われてます。誰ですか。ピオちゃんに。あ、音消したんですか。コメビュー読み上げって消えてるんですか今。あれなんかコメビュー、あ、コメント書いてるんだ。あ、猫か。なんで俺じゃねえじゃん。猫の話じゃん。猫かよ。山田さんじゃないですか。で猫ですよ、こんなの。こいつだってアンチですもん。猫ちゃんからいい。うるせえよ。猫の話か。猫コミ行けよ。腹立つな、なんか。猫の話そんなしちゃいいんだったら猫のさ放送行けよ。じゃあ俺は可愛くねえのかよ。腹立つ。これで OK かな。できてるっぽいけど、あ、なんかこれが気になるんですよ、ね、歯ブラシさん、うわあわどう、かわいい、かわいいよね。わかるよ。あれなんだろうな、これが全部できない。あ、これがよくわかんない。ボンさん、お兄さんの着てる水玉の服どこのブランドか気になる、わらわらわら。気になるね。あれですよ、知らないかなみんな、ファッションセンター島村っていう。あ、島村いいですよ、ね、え、嘘ですか。モノマニアですよ。なんだっけ、オートトレースをした、ここまで OK で、
セイバーだから、あ、セイバーのスペルわかんねえんだよな。SBA だったかな。違うな。セだから E かな。サベール。サベール。SABER ですね。ああ、英語ですね。問題課題は。で、こいつをここまでやった。セイバー。キーライトはここまで OK だから。これを、あ、カスタムコアだ。カスタマイズコアを、レイヤーマスク、きたー、きたー、きたらもう OK だ。で、ファイヤーにして、で、レビューすると、これを、アクティブ。うん、できてる。うん、できてる。で、これを今度コピーペースト。あ、違うんだよな。なんでこれコピーペーストここでできないんだ。レイヤーを、レイヤーを、複製、D。おん、サンホ、ロブトスキーじゃなかったのか。ロブトスキーへの似たやつ持ってるわら。ボンさんはそういうテイストが好きなんですね。そうなんですよ。セイバーの、あ、じゃあメインだから、メインをこの F にすればいいかな。名前のボンさんってあれですよね、さっきずっとしゃぶ中コメントしてた方ですよね。あ、もう、あ、やばいですよ。本当に。ボンはやばいですよ。ボンはやばいっすか。ボンはやばいっすね。うちのレギュラーメンバーですね。できた。あ、一面なんですね、ボンさん。あいつ、まあもう、本当に。ですね。できたかな。うん、まだじゃあもう完全再現で OK ですかね。全く問題ないですね。全く問題ないですね。さっきみたいなあのトレースの途切れも出てないですし、はい、でこの先に行くとするならこいつを全選択してで何だっけ覚えてねえな。だっけ全選択肢ミニクリじゃないのか。全選択肢あったんです。そこまであったんですよ。ここまであったんです。全選択肢ミニクリまであったんです。好きなブランドだからロブとスキーオがアパレルやってましたわら。ガイドレイヤー、マーク、ロゴレイヤー、スタイルエフェクト、キー補助、開く表示作成、カメラ。概念がわかんねえな。アイテムを反転じゃない。高選択じゃない。名前の変更でもない。カメラ。あれじゃん、だから横文字が出てこないですね。何をやるかは覚えてるんですもんね。いや、もうファイルに入れる。ですよね。1個にまとめる。フォルダ作りたいってのは分かってるんですもんね。分かってます。用語が分かんないですね。それはもうアドビが悪いっすよね。アドビが悪いっていうか、だから、外人。だから、その、プリコンポーズ。プリコンポーズ。プリコンポーズはその、フォルダ作りやっしょってのやつ。なるほど。プリコンポジション。なるほど。そうです。でここに対して、何当てるって言ったっけな。今度その便利なやつがあると。便利。だから僕全部これ便利とかに名前一個一個変えるんですよ。マジですよ。一個一個便利とか光とか炎とか、もうそれをずっとやって、はいはいはい、全部もう脳とリンクさせるんですよ。それが大変なんですよ。名前変えるのが。覚えらんないんですよ、子供の頃から。ピカピカとかに変えるんですよ。ルックスってやつなんで、はい、検索窓で LOOKS で出てくると思います。ルックスをこいつに当てると。そうすると、ルックスエディット。なるほど。で、なるほど、なるほど。で、色味を変えれますよと。例えば、マットっすね。はい。こう、モノクロームとかも確か変わったと思うんですよね。モノフィルム。フィルムストック。モノクロ最後に。ブロックバスターは対策映画系の分かりやすい色味で、クールなんで、まあ、寒色系。対策映画寒色。で、これが対策映画暖色ってことですね。うん。これいいな。これで、OK ですか？エンターする。で、このチェックマークですね。チェックマークで。こう、そうすると。
あ、なんだこれ。なんか変な線入っちゃってる。ですね。まだダメだ。まあ、まあそんな感じです。まあまあまあ、流れ的にそんな。みんなできるようになったよ、多分。多分もう大丈夫だね。どうよ。映画もう9割できたね。いい感じだね。どうこれ。エースじゃないですか。多分わらわらわら。これエースですね。秘剣の和道です、ね。秘剣の和道ですよ。これワンピース実写化俺できんじゃないの。いけるっしょ、ほら、完全に。実は生きてるんじゃないか説が根強いエースじゃないですか。生きてるんすかね。オッケー、できた。ありがとうございます。多分もう完璧だと思います。多分。もう一回やった方がいいですかね。いや、あんまり次々ってやると、はい。まあ、なんか専門とかで教えてるんですけど、はい。まあ、歯ブラシさん、すげえ良いおもちゃ見つけたやん。お題が、うん、3個ぐらいあっても結局みんな忘れちゃうんですよね。なるほどなるほど。じゃあ今日え暑いよ、うん、今日はまあこれ覚えてもらって、これ覚えて後で小川さんのパソコンにこれと同じセットアップして、はいはい、お家でまあ動くかどうかちょっと分かんないですけど、そうなんですよね、この辺の画質設定とかをいじってもらいながらなんとかやっていただいてって感じですかね。なるほど、まあ、家で上がったらどんどんこれを作ればいいんだもんな。なるほど。あ、いいや。いいな、いいな。ちょっと別でやってみてもいいですか。あの、別の素材で同じことができるか。好きにいじっていただいて。ありがとうございます。別の素材でやってみようか。これを消して、ほんと。どれでやってみようかな。これでやってみるか。元の素材が、これが、え、こんな短くないのに、この動画これでも編集入ってます。これ帽子脱ぐところまであるんですよ。切れちゃってますね。なんだろう、なんでダウンロードするときに途中で崩れちゃったんか。いいや、この動画素材、まあいいや、ぶっ壊れてるな。マスターデータは僕自分の家にあるんで、これはこれ前バージョンのこれいいかもしれないですね。こいつをじゃあ誰かパソコン買ってこれさ、あの綺麗な画質でパソコンの編集画面見せたいからさ、誰かパソコン買ってマジで。ねえ、だからいないの金持ち。誰かスポンサーは金持ちじゃないんですか。クソ貧乏っすね。スポンサー女性ですか。女性ですね。じゃあこれいいの、吉原に行っていただくしかないですね。ボン吉原行こう。ボン、キーライトやって、オートメーション。あ、なんかつまずくんだよな。オートトレーサー。合ってるはず。オートトレース、ワークエリア。オートトレース。あ、でもだんだん分かってきた。オートトレース。あ、でもこれつけた瞬間、ウィーンって言いますね。そうですね。これで、ウィーンなんで。はい。レッツノート11だとっていう、ここで2時間ぐらいかかるっていう、ね、あ、ボンはロック、うん、あ、できた。でこれを確認すると、うん、いいか、とりあえずこれはこれで OK だ。トレースできて、で今度はセイバーだから SAB、 あ、セイバー来て、でこれを当てると、セイバー来て、であれ違う違う、あ、見えない見えない、セイバーキーライトを消して、セイバーのカスタムイズコアのセイバーをマスク OK。 これ
でも光の窓もかっこいいけどね。今度こっちで作ってみるよ、これで。これも良くない？これもいいよね。かっこいい。あ、これよ。これかっこいいね。これさ、これだけでもさ、捨て頃の PV 作れるよね、なんかね。いい音楽とさ、シャドウやってる。うん。これかっこいいよね。うん。ダフトパンク流れそうですね。ダフトパンク流しながら、捨て頃の PV。うん。ファイヤーでいくか。まあ、今回はあれなんで。ファイヤー。やっぱりファイヤーにする。あの、忠実に。キーライト、セレクト、ファイヤー。これでいこう。うん。あ、でも天気になりますね、やっぱ。いや、そうさ、ほっとくと。うん。やっぱ、処理は、じゃあちゃんとやった方がいいですね。でも逆に言ったら、その、文字で、その文字をオートメーションで読み込んでそこに火をつけるってことも同じ作業ってことですよね。全然全く一緒です。要は、うん、CG でも同じですし、何でも同じですやり方は。なるほど。でこの細かい設定とかをいじるのはこの数値の部分を変えるとこのエフェクトやっていくとこのがもっとちっちゃくなる大きくなる、この湯気の部分はじゃなくなる炎だけになるとかに、なるほど、いろいろ変えていけるということですね。追い込みを作るってことですね。あ、これは今日は無理だな。複製で。え、複製だっけ？合ってますよ。合ってます。あ、名前を変えてねえんだ。いいや。まあいいや。これの名前変えよう。F でいいや。もうめんどくせえ。F で。で、これの。これでいけるか。ほら。言ってる言ってる。アフターエフェクト。うん。燃えるはどう？どう？これ最後のパンチのところとかに、はい、まあなんかあの処理の方が提案あったと思うんですけど、例えば画面が割れるっていうエフェクトとか、バリンつって、はい。を一応用意はしてるんで、はい。まあ、次回、次回、それとか複合的にやればどんどんかっこよくなると。この加算あるじゃないですか、はい、加算がかかりすぎてるなと思ったらどうすればいいですか。かかりすぎてる、要はなんか元の通常だと要は前に来てるわけじゃないですか、はいはい、この炎の覆いかぶさりのバランスをもう少し弱くしたいっていう感じですかね。そうですね。ではここで、はい、ここ、はい、でエフェクトかな、はい、エフェクトトランスフォーム、うん、どれだっけな、透明度か、透明度、うん、あれなんかわけわかんない、あ、こういうことか、透明度、あ、透明度、そっか、あの、わかりました、わかりますよね、はい、そういうことです、そういうことです。え、これ0%変わっ、どうすればいいんだろう、え、なに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 、え、これ元に戻る、あ、来た来た来た、よかった、そういうことか。で、ファイヤーの方も透明度ですね。了解です。こっちじゃなくて、こっちのトランスフォームだっけの透明度を。なるほど。できたできた。中二っぽいでしょ。でもずっと言ってたんだけど、ね、映画ビーム出すよって。うん。できてきたね。できたできた。燃えてる。できた、みんな。ファイヤーパンチ打てるようになったよ。うん。じゃあ、こんな感じですね。そうですね。よし、ありがとうございます。で、これを、要は、ファイルで保存ですよね。書き出しか。書き出しですね。書き出し。で、え、書き出しがよくわかんないな。アドビは、中で書き出すんじゃなくて、はい、メディアエンコーダーっていう別ソフトに受け流して、はい、エンコーディングソフトがある感じになるんで、そこに渡してあげるっていうのを選ぶんですね。はい。このメディアエンコーダーに渡して、エンコーダーで書き出すと。じゃあ、それ押してみましょうか。これ押して。立ち上がりました。はい。で、こいつ。待ってれば多分来ると思います。これです。アクセス許可、はい、
して。で、で、ここをダブクリしてください。これですか。はい。ほう。で、ここ。ポジション全体で、ここですね、ここを見て、あ、まずプリセットを普段 YouTube にアップロードされてますよね。はい、それだったら YouTube のプリセットがあるんで、あ、なるほど、そうか、うん、で、下ちょっと進めていただいて、大事なところが、最大深度でレンダリングと、ちょっと上げてもいい、ゆっくり動かしてもらっていいですか。ちょっと下に下に下に、あ、ここですね、 VPR の 2% にしてください。はい、これどういう、なんですか、いや、圧縮のための計算を2回して確かめ算するみたいな、はい、より精度の高い圧縮になるってことです。これ OK をしていいんですか。で、最高レンダリング品質オンにして、はい、で、ここを押して保存先変えれるんで、はい、フォワード MP4 っていうところのファイル面とクリックすると保存先選択になるんで、ここワードを選んで、デスクトップのワード、あ、デスク、これで、そうです、ここで保存です、保存で、で、OK です、はい、で、はい、もうできてるんですか、スタート、終わ、あ、スタートすると、え、もう終わったの、あ、今か。3分4分ぐらいですかね。ほう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 。超ハイスペックで3分4分か。デジハリって何？やってるやってる。写真でしょ、一枚一枚描いてるでしょ、だから写真なんだよ、デジハリデジハリって何ですか、専門学校のデジハリのことじゃないですか、あ、分かんないですけど、あ、これあれですよ、このクソカスカオスがあの旅人で今ちょっとなんかいけないことを言おうとしましたねえ、あ、いや、ドラッグ、あ、ドラッグマスターですよ、これ。ドラッグアビューザーですか、アビューザーって言うんですか、うん、あの、もう大好き、あ、この人の放送面白いですよ、僕もアビューザーなんで、おう、デジハリの授業を受けてるようですね、カオス何でも知ってるよね、お前薬やんの、お前はやめた方がいいと思うよ、本当ポンコツだから、はい、ワード2、金魚姫いらっしゃい。金魚姫もケミカル系ですか？あ、全然普通のお母さんです。金魚姫は平和なんですね。あの、精神疾患系じゃないですか、興味あるのは、うん、まあ。彼女はまともなんですけど、ADHD とかに関心があるんですよ、彼女。あ、お子さんが確か ADHD なのかな？大変ですね。そう。まだ小さいんですけど。で、ミースケはガチ恋勢ですね。付箋ありがとう、ミースケ。ああ、そう。僕のことを、いやらしい目で見てるのが、このミースケっていう風船投げてくれた人は。うん、いや、でも、いい根性してますね。風船1個で、ジュリネタ買おうってことですね。ねえ、ミースケ。ガチ恋勢。てか、ツッコめや、遅いんだよ、レスポンス。そういうとこだよ、本当に。うちの放送が盛り上がらないのが、君たちが部屋の中でニヤニヤして終わるから、終わるんだよ。うん、はい、こんばんは。内向的だよな、本当に。レンダリング、このパソコンのスペックでこんなかかるんですね。アフターエフェクトは重いですね。うん、俺のパソコンで動くのか、これ、そもそも。すごいですね、でも。はい、何がですか。お母さんから、はい、いや、もうだから幅がバックパッカーの、バックパッ
薬中から薬中お母さんメンヘラキチガイいろいろすごいですよラインナップが。こんなにまとまりのないなんか放送あんまないと思うんだけど、水玉口が悪いお前が悪いわ口水玉っていうのあ水玉って言葉いいっすね水玉にするか水玉さんって水玉病水玉好きなんですか。水玉好きっすね。じゃあ草間弥生さんみたいな。パイセンなんで。あ、そうなんですか。あ、学校の。あ、学校の先生なんですか。あ、先輩。そうそうそう。あ、そっか。草間弥生かっこいいですよね。超抱かれたいです、僕。いや、マジです、マジです。マジです。冗談だけど。これ消しちゃっていいのかな。終わった方が。消していいですか。あ、大元で閉じちゃった方がいいですね、閉じる場合は。はい。保存しない。バイバイ。大丈夫です。来てる来てる来てる。ん？できた。シャーマニズムは DMT なんで好きだけど薬中は興味ない。ちょっと何を言ってるのか専門用語が多すぎる。あれ？なんだ？終わった。あ、ループしないのか。面白い。できた。みんなできたよ。うん、この技術マスター、うん、あずまーす。終わりました。お疲れ様でーす。ちなみにね、俺のツイッターから飛ぶと、あ、もう切っちゃったんですか。あ、切っちゃった。切っちゃったんだ。まあまあ、じゃあ何でもないでーす。何でもないでーす。ここいいな。ここいいっすね。この距離感、いいっすね。そうなんですよね。いや、広いと集中できないんですよね。だからもう完全にその、自分の世界ですよ。AT フィールドですよね、要はこれ。あ、押し入れの中なんだ。そうそうそう。最高。ドラえもんじゃない。いや、これ分かりますよ。ジップオイル買いに行く？いや、いいよ、ジップオイル。なんで？教えてくれるんですね、やっぱ何買いに行くとかは。え、どういうことですか？プロ先生？え、何？ジップオイルコンビニで売ってるよ。ここで売ってます。うん。いやーすごい。向こう行き、どうしましょう。ありがとうございます。あとは、俺の、のんちゃんから買ってもらったノートパソコンでこれが再現できるかどうかだね。これが再現できるかどうか。被って燃えるの？あ、そういうことね。アフタートークしますか？アフタートークしましょう。あ、どうぞどうぞ。あ、いいっす。タバコ吸いたいっすね。タバコ吸いに行ってもいいですか。あ、いいっすよ。リアルな炎だ。あ、そういうことか。何言ってんだろうって。ジップオイル飲むのかなと思って。水玉先生の家だよ。そう。すごいよね。かっこいいよね。4月までにパソコン買う。いいなぁ。羨ましいなぁ。俺も欲しいよ、パソコン。でも、多分これ100万ぐらいのパソコンでこの状態だから、俺のパソコンだとそもそもできないと思う、これ。たった30秒の動画を編集するのに、多分何回も5時間かかってできないとか、そういう感じだと思う。あ、こんにちは。外出ちゃって大丈夫ですか？すいません。すいません。あ、すいません。すごい先生かっこいい。水玉先生ってコテハンになってるな、もう完全に。よっしゃ、覚えた。これで俺はいつでも。要はさっきの、はい、オートメーション化した線の部分にロークかかるわけなんで、この腕だけとかもできるんですよね。あ、全然できます。要はその消しちゃって、さっきのでオートメーションじゃなくて手動。もっと言えば、そのトラッキングっていう作業を最初からするために、
例えば、点を打っておくんですよ。はい。そしたら、その点を追いかけるっていう設定をすれば、ただ皿の状態で手だけ放置すると結構めんどくさい話になってくるんで。はい。こうやとしたら、まあ、始まりの点と終わりの点を打って。で、置いて、で、要はそこを、こことここにかけるよって認識させて、点を作って。ここで、じゃあここだけ追っかけて、ティ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 ってやってくださいってすれば、あ、もう、追っかけてくれる。だから、罰をつけるとか、そうシールを貼るっていうことなんですね。ゲームのモーションキャプチャーとかそうじゃないですか。要はゾゾスーツですね。そうの、あの、どこだけ。そうなんですよ。なるほど、なるほど。分かった、覚えた。覚えた。だから、手だけまとうこともできるんだ。え、その場合センターに入れればいいんですか？センターに入れるのと切るところってことですか？例えば、この拳の先だけ、はい、ここからここだけ上げる。まとって引きで取る場合ってどうすればいいですか？この面の始まりと終わりに1本打っとけば大丈夫ですね。要は今全身のオーラ的なものを作れるようになったんだ。輪郭に対して。年契約。ありがとう、相手もありがとう。で、そのグッてやった後にこれをボっていうのもできますもんね。そうあとは、ダヴィンチとかでもそうですけど、はい、フレーム打てば。そのフレームから例えばさっきのだと、はい、エフェクトを10フレーム目0、11フレーム目100とかにすれば、はい、このパンチのこの瞬間からだけフレームボーンってなるとか。なるほどなるほどなるほど。フレームに点打つだけなんで、それとか。あ、それやりたかったんですよ。要はゆっくりボーって、さっきのこの帽子取ったタイミング、はい、帽子の脱ぐあるんですけど、その描写でボーって上がりたかったんですよ。この手掛けたところに点打って、そこを0にして、はい、でここのかぶり終わりを100で打てば、はい、こっからここで100になる。うおって上がっていくんです、ね、でこっからは全部100にすれば、はい、もうあとは全部100でいける、うん、そうなんですよね。あの、なんか、あの、なんていうんですか、写真的にやるって分かるんですけど、時間の概念があるじゃないですか。それを覚えたいですね。次は画面割るのと、そのはい点打って、はい、何フレームから有効にするみたいな、ここで無効にするみたいな、はい、そこやりましょう、はい、やりたいのが3分間あのツイキャスだとアイテム3分間投げられるんですよ、はい、そこでパチンコの各変状態みたいな演出画面を作りたいのも1個なんですよ、これ。要は僕がシャドウやってて、テレテテレテテレ、アイテムを投げるんだみたいな文字を出してて、キュンキュン、そう、そういうことです。で、相手も投げるとズババババババみたいな。で、ノリコがいたら、あの復活演出が、ノリコがいきなりカットインで、ケーン、ワタさんみたいな感じで、うおーとかやって、ボーって燃えるとか。そしたらなんかアイテム投げがいあるな。3分間だけアイテム投げると、いろんな動画が見れる。トレースにスピードのずらしみたいなのがあったらいい。レースにスピードをずらし、スピードを4人組の昔流行ったあれですか、はい、あ、なんかラッパーの人、リスナーさんから連絡来て、あ、なんか言ってましたね。なんかスピード付き合ってたらしいですよ、上原貴子と学生時代。だからライズのジェシーとかがなんかつるみがあるっていう、はいはい、あ、じゃああの辺なんですかね、地元が。多分そうですよね、戸越とかの。はいはいはい、乏しいっすよね。はいはい。だから愛も知り合いだしっていう。はいはい。学校が一緒だ。なんでしたっけ、あの、お金持ちのあれっすよね。なんか英語学校みたいなやつですよね。インターナショナルスクールですよね。はい。そうっすね。ジブラさんも。はい。悪ぶってるけど、インテリボンボンっすもんね。はい。慶応の中等部、高等部とかでしたっけ、ね、確か。慶応ボーイ。ヒップホッパー IQ 高いっすよね。
インフンでってあのスピードで処理するってあれですもんね、言語能力高くないできないですもんね。あれクレバも KO でしたっけ。あ、クレバも高学歴なんで、ライムスター全員早稲田ですもんね。あ、そうなんだ、知らんだ。歌丸さんって高学歴なんだ。で最近割と若手とかとフィーチャリングして、はい、業界引っ張ってるケンザ390ってやつも早稲田ですよね、あいつ。そんなやつばっかっすよね。なんでラッパー選んだんだろう。なんかじゃあ僕らがイメージしてるエミネムみたいなやつっていうのは実は日本ではあんまりいないのかもしれない。でも今流行ってるあのクリーピーナッツ、はいはいはい、R指定とか、 R 指定あれは雑草魂なんじゃないですか、あいつは。僕だから R 指定好きなんだ。R 指定は響くんだよ、かっこいいんだよ。ハンニャとかもなんか雑草っぽい。あ、ハンニャも雑草っすね。ハンニャも世田谷っすよね。そうなんですか、この辺なんだ。もう一本、もう一本いいっすか。もちろんもちろん。あれすいません、僕も。あ、ラジオもらっていいっすか、一本。あ、どうぞ。カッコつけで黒いタバコ吸ってるんですけど、すごいまずくて。あリブラのおじいさん、ホテルニュージャパンの社長。そうなんだ。めちゃめちゃボンボンじゃん。なんか横田なんとかだっけ。めちゃくちゃボンボンじゃん。へえ。悲しくなるもんな。俺さ、あの配信のさ、あのボンちゃんがリアル怪獣グランプリで1億円手にしたときに、なんか世の中の縮図を見て、カイジってさ、ダメなやつが金掴む物語なのに、金持ちのお嬢様が1億円掴むってすごく悲しくないですか、あれ。だって、はい、1億円もらなくったって、親が死ぬの待ってる何十億も入るわけですよね。そうそう、もう夢も希望もないですよ。なんかそこありますよね、そのやっぱりあのだからジャンプと一緒でやっぱり家系なんだみたいな。やっぱり数字なんだっていう。ジョジョっすか。いや全部結局要は親父がすごかったって話じゃないですか。スラムダンクぐらいじゃないの、あの血筋が関係ないの。でもワルさんの親父さんも海賊王っすもんね、はい、海賊王っすね。いや親父はあれっすね。デブラージ、デブラージはあれだ、ブッダ、ブッダブランドか。死んじゃったよね、でもね。てかカオス会いてえな、カオス飯食おうよ、暇な時みんなであれやりましょうよ、アワヤスカ。あー、アワヤスカって知ってる、カオス。アワヤスカパーティー、アワヤスカパーティー、カオス飛びつきそうな。知ってるカオス。知らないわけがないって言われました。ですよね、みんなで盛り上がろうか、配信会でね。配信会でやる。知らないわけわけがないっていい な、 なんか、ね、今来てますから。今トレンドなんですね。なんか1ヶ月前ぐらいになんかちょっと雑談した時に言ったじゃないですか、はい、CBD、うん、CBD オイルと、はい、アワヤスカーはトレンドっすみたいな。トレンドっすよ。セッションになってしまうっていうと、マインドセッション。おなに、ハワイアスかって、あ、いいよ。大丈夫、あの知らなくていいことは知らなくていい、うん、知らない方が幸せなことっていうのはありますよね。いや僕あの何も知、いや知るのが不幸の始まりだっていうありますよ、ね、だ現在っすよ、アダムとイブの知らない。だから子供が神様みたいなのってそういうことじゃないですか。子供が、あわやすか15年ぐらい前に東
京でセッションがあったはず。うん、あ、そのあ、どうぞ。あれですよね、あの方ですよね。あ、もう通じるんだ。通じ合ってる。俺はもうついていけない。もともとは、はい、なんだっけな、 ペルーかどっかのシャーマンが使ってた、はい、なんかその呪術用の飛躍みたいな文脈のもので、はいはい、それが、はい、なんかヨーロッパのバックパッカーとかの間から火がついて、ようやくここ何年かで日本のそれ系の人たちが気づき始めて、はい、ここ 1,2 年ぐらいは、はい、まあ、良くも悪くもみんなが知り始めちゃったって感じですよね。なるほど。まあ、でもカオスは貴重だよね。放送ダメなの？できないの？みんな心配してるよ、カオスのこと。ブラジルのビジネスシャーマンからペルーのパブロマリンゴに流れた旅のルート。ほう。わかんねえな。なんか一時期流行ったんですよ、その、トリップするためのツアーみたいのが。俺は手からビームが出れば何でもいい。とりあえず僕は手からライトと光、水がダメなんですよね。水は、あ、まあ、全然技術的にはできるんですけど、一回50万の支援来て PC 買ってからの話になりますね。なんかね、水は処理が重たいんだって。炎は比較的簡単なんだって、うん、水の映像はすごい難しいって。水属性はレアだ。水の動きを、はい、まあ、ハリウッド映画でも何でも使われてる、はい、水の動きを、はい、なんつったのかな、その演算する、はい、エミュレートする、はい、あのシミュレートする、リアルフローっていうプラグインがあって、はい、それがもう激重なんですよね。おあ、でももうあれっすね、要はオートメーション化して一個一個消していって、うん、ここの輪郭だけ残すってやったら手だけはできるんですもんね。そのアナログにはなっちゃう手間がかかる。今時点でもそうですね。もう力技でやろうと思えば全然、今時点でも全然できます。了解です。それを技術的に最短でやるにはっていうのがさっきのことですね。そうそうそう。了解です。とりあえず手だけパンチもできる、手だけ炎もできるようになった。だドレさんを俺撮りたいんだよ。ドレさんがシャドウやってボーンってやったらかっこよくない？ボーンってやったらボーンってここが爆発したりとかできるんだよ。炎のパンチ。ドレさんアニメとかあんま好きじゃねえかな。なんですよ。あれを見てすごいなと思ったのが、ニコ動かなんかで相撲を、はい、ああ、はい、ありましたね。なんかありましたよね。バズったやつありましたね。要はあれができるんだったらいいなと思ったんですよね。あれ早送りしたりとかエフェクトかけたりとか炎とか稲妻出してて面白いじゃないですか。あれみんなだから3周ぐらいして気づくんですよね。何ですか？いや、なんか全体的に例えばなんかバズるとか言ってなんかバズマーケティングじゃないですか。はい、バズマーケティングも別に常識だったじゃないですか。はい、でもバズるってみんなが言い出してバズるっていう概念を認識したのは最近の話じゃないですか。はい、あ、そのタイムラグがあってことですね。確かにバズマーケティング、バズバイラル、PC からソフトのセッティングまで嫌になりそう。PC 買ってから。あ、だからね、それもずっと相談してて、
結局そのなんていうのかな、自作 PC を買っても自作 PC の知識が必要になるから、だったら Mac 買った方がいいんじゃないっていうアドバイスは受けてる。まあ Dell とか要はそのそっち側の知識をやる必要があるのかっていうのが結構ミーティングの議題になってたりしてる。今なんかリーク情報が出てきて言われてるのが、はい、MacBook Pro の次期リニューアルで、はい、今15インチじゃないですか、上が13、15じゃないですか、はい、16インチが出て、はい、それがそのゲーミングとかにも対応できるような GPU をかなり特化して強化したやつになるんじゃないかっていう話が出てて、はい、それもし Mac 系で買うっていうんであればそれを待ってそれ買ったらいいと思います、ね、ですよ。それ待ってっていうか資金貯める、結局そうなんだよな、金なんだよなと。カオスさんって人がお金の稼ぎ方教えてくれるんじゃないですか、はい、いやカオス今あれなんですよ、脳やられちゃったんですよ去年、死にかけたんですよ、脳爆発しちゃって半分ないですよ脳。それでコメント打ってるんですよ。だから一回半年間ぐらい消えて復活したってアカウント来たら、もうほんとアウアウアコメントなんですよ。あ、いや、ありがとうとか。だからもう今普通にこうやって打ってるのも奇跡なんですよ。あーすごいですね。今もリハビリで大変で、もうリハビリね、今大変だよねカオスね。旅行きたいって言ってたよカオスか。じゃあ皆さん一旦放送切ります。ありがとうございました、お疲れ様です。大変だよね、頑張ろうね一緒に、絶対よく